Are you ready? Here we go. Please open your text book to page 22. 今回の学習の目当ては、何々でしょうと未来のことを言えるようにしようです。今回は、何々でしょう未来のことを表現できるように学習していきます。Today's point です。今回も will と動詞の原型を使います。天気予報で明日晴れるでしょうやこれから忙しくなりそうだと推測するような時にも will を使います。では、明日は晴れるでしょう。これを英語にしてみましょう。天気予報には will を使います。天気を表現するときは it を主語にすることは1年生のときに学習しましたね。ですから、明日は晴れるでしょうは it will be sunny tomorrow となります。will の次に来ている be は be 動詞 am や、are、is の原型です。次は質問です。明日は晴れるでしょうか？と尋ねるときの表現はどうなるでしょうか？まず、will を文の始め、主語の前に持ってきます。そうです。Will it be sunny tomorrow? となります。次に、この質問に対する答え方です。はい、晴れるでしょう。というときは、そうです。Yes, it will. いいえ。というときには、そうです。No, it will not.となります。will で尋ねられているので、will で答えるといいですね。最後に、明日は晴れないでしょうと言いたい時の表現です。否定文では、not を will の後ろに置きましょう。すると、どうなりますか？そうです。It will not be sunny tomorrow. もしくは、It won't be sunny tomorrow. となります。この won't は、will not の省略形、短く言った形です。